倒するじゃねえか、ミルバートン。紹介してやろう。この男こそ大英帝国の大罪人、犯罪教だ。この男こそ犯罪教、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ教授だ。モリアーティ、もし私が死ねば貴様が犯罪教であるとメディアで報道される手はずは整っている。しかしおとなしく捕まるというなら、貴様の正体を世間には一切秘匿したまま政府に身柄を引き渡してやろう。もし私が信じられないというのなら。いや、信じてやってもいいぜ、うん、お前の目的がこの状況を作ることだとすれば、この劇のオチが突きさえすればメアリーを揺する理由はなくなる。大量殺人犯を目の前にして捕らえる機会をみすみす逃す手はないだろう。さあ、犯罪教を逮捕したまえ、ホームズ。終わりか。はん？ったく、一人でダラダラと。これが喜劇だとしたら、お前は王じゃなくて道家の方だ。お前はな、読み違えたんだよ、ミルバートン。レアム、そうだよな。お前がここにいるってことは、間違いなくそうだったんだ。だよな、リアム。よかったよ、お前で。俺は正直お前じゃなきゃ嫌だったんだ。リアム、俺は結婚を控えた相棒を救いたい。それで俺がどうなってもいいと思ってる。お前はどうなんだ？こいつに名前を晒されてもいいのか？ええ、元よりそのつもりです。なら結論は出たな。退場の時間だ、ミルバード。